で、迷彩とか。ヒョウ柄もありますね。僕もこれ黒で好きなんですよね。スマホに映るんです。後ろが金属タイになってますので。マジ？うわ、すげえ。ピンクのかっこいいのもある。朝田のバンドって来たんですよ。めっちゃ多くてですね。人気です。カスタムさんに遊びに来ました。すごいラインナップですね。ヘッドライトからこういうハンドツールっていうんですかね、幅広く取り扱われております。これあ、マスターツールとも、マスターツールさんとも関係あるんですか。はい、うちはマスターツール側で、はい、一緒にやってはるんですね。マスターツールさんの、VA センセルカーですね。カメラマン戻ってきてくれたんで、これヘッドライトとかね、こういう感じでストリッパーも、これ僕も使ってるやつです。テスターですね。カスタムのテスターはいいですよ。でこれが変電器ですね。これ何やろうな、物の置き方がって言われますね。変電機じゃないの、変わったやつですね。転送、あ、そうまでわかんねや、すごい、そうまでわかるってことね。で、これ絶縁抵抗計とか、あ、サーモグラフィティまで出してるんですね。今何度か、これレーダーで、すげえ、これ保存もされるんですね。これね、僕の動画でもやりました。こうやってカメラがついて見れるやつ、いろんな色あってかっこいいな。黄色と黒もあるね。これちょうどこれゴロゴロなってるから買い替えようかな。この色いいな。黄色、黄色黒いいな。あ、ここに色が、あ、本当だ。で、迷彩とかヒョウ柄もありますね。ヒョウ柄いいっすね。買っちゃおうかな。買っちゃうグレーか。これからの、これ電気来てんのかな。これからの検証は色通すんですか。あ、レーザー、レーザー距離計、何でも取り扱ってますね。あ、ここもカラフルなやつですね。こっちはマスターツールかな。ミニカッター、 VS、 こっちはマスターツールって言いまして、僕もこれプロで好きなんですよね。ペンチとかアンギラとか、カスタムさんでもニッパー出してるんです。って感じです。って感じでカスタムさんの紹介でした。次は皆さんご存知のゼミコムさんに来ました。見ていきましょう。便利ですね、収納できる。持ち運びにめっちゃ便利。この固定式のやつは持ち運びが結構面倒くさいんで、あ、これもじゃあ。収縮できるんですね。いいですね。はい、コンパクト。お、これは某 M のとこみたいな。すげえ。で、これが多分キャリーになってるんですね。全体がね、これは便利ですね。あ、何ですかこれ。僕ら映ってるんですか。スマホに映るんです。配線の時とかこう配線で、あ、しかもこれ伸縮式、点検口の中をこうやって入れてってことですね、多分ね。点検口の中に入れて、今ジェフコムさんのスマホと連動してるんですか、これ Bluetooth で。今から連動します。はい、何メーターな、2メーターぐらいな。あ、でも俺よりちっちゃいから1500できないですね。誰かこれ繋がってる。向こうで繋がってるんで、こっち持ってきて。持ってきて。あ、これや。フィリスアーツミニと、これが今、高級オフタイプ、フィリスアーツミニプラス。ボートや、近くの点検口。これまあ今、点検口とかないんですけど、点検口の中とかに入れて、配線がこういう状態だよっていう。これあの蛇腹のタイプとかでもよく売ってますけど、
これだったらこうなんていうんやろ、固定されてるからまっすぐでもこうやって使えるし、すごいいいですね。はい、手の付け替えれる。お、すげえ。これあのフィッシャーに対戦する時のフィッシャーにこうやってつけて、ほんでこのまま言ったらあっちに誰かが打ったらここにビニールテープつけてもいいわけですよね。でそのまま入線できる。でここでカメラで、カメラを自分の手元に置いて引っかかったりしたら分かりやすいのかな。そう、これはいい。お、まだまだ出てきます。こういうこと。ジェフ君さん、すげえ。録画もできるの。これ面白い。画面見ながら引っ張ってくれる。ね。で、こういうパターンもあります。はい。本来のやつがついてるわけですね。そうですね。この水平調整ワイヤー部分の出取りなんですけど、はい、こういう形でまあ、はい、フックプラスで。このアタッチメントを別で購入したらこういうフックとかがついてるから、もうビニールテープつけんでもここに VA とかピュッて引っ掛けていつも通りの入線ができるということですね。あれだ、すごい。ちょっと他を見ていいですか。これね、あのスチール、多分色ごとに何メーターとか、細くなるのから太くなるのとか、いろんなねタイプがあるんですよ。ちょっと話し出すと長くなるんで、また興味ある方見てください。姉さん、姉さんさんとジェフコムさんって一緒ですか。もともと姉さんっていう社名やったんですけど、10年前に社名変更して、ただいまだに電光ジャパンのデンさんっていうグループで、はいはいはい、あの親しんでいただいてるんで、なかなか検知できない。あ、そういうことですね。一応今正式名称としてはジェフコムさんになるんですね。そうですね、はい、ありがとうございます。勉強になります。ってことらしいです。アッチャップ工具とか姉さん、デンさん言うてんかな。もうデンさんって書いてるもんね。デンさんのジェフコム。デンさんの自己が言う。これはめちゃくちゃ僕好きです。ボードアンカー。なんか面白いのいっぱい売ってますか。かっこいい。ハッシーが好きそうな色。あ、これとかさ、有名だよね。マルチキン。そうですね。これは有名です。ラストカスタードあったり。カーネン。この辺も。精密ドライバーセットとか、これはね僕も使ったことあるんですけど、めちゃくちゃいいですよ。ゲームのニューセンスでめちゃくちゃいいです。テスカーとかね、水平調整器。そうなんだ。あ、これね、メモできるやつですね。ここにこう点にリストバンドとして使います。で後ろにこういうメモリー機能もついてるんで、ちょっとした差しにもできると思うんですね。この辺はあのやっぱり配線工事系、ホロとかね、あれ知らない人多いと思うね。ここにあの木のドラムっていうのを乗せてくるくる回せるんです。だからいちいちこう倒さなくていいっていうんですかね。あの大きいやつ、あれ、あれでやることもあるんですけど、あれ重たいんで、これに乗せてくるくる回すこともできると。これ回るんですね。これが入線するときに先に通す先行ロープ、こういう風にガーガーガーと行けます。この辺がまあ、あ、これ森さんの好きなやつじゃん。ウルトラマン的な、これ森伝説のフィッシュ、フィッシュちゃう、ワイシュが好きなやつです。あ、クライン、皆さん大好き高級メーカークライン。でここがまあね、焼け残った切削ボタンですね。ここはまあ同じく配線系のね。お、ベンダーもあるやん。ベンダー配管曲げるベンダー、頭だけ変えれんの19とか。ちょっとまだいろいろ見たい。お願いします。こちらのおすすめ商品の商品名は何ていう名前ですか。ウルトラ41ジェクター。はい、今までの何が違う。天然機なんですけれども、はい、一番の特徴は金属探知機能というのがついてまして、まあ、こちらで金属探知って合わせてもらったら、はい、後ろが金属探知になってますので、こういうボードの下地を探すことができます。え、マジ？うわ、すげえ、はい、いや、これはすごいですね。これで、はい、下地を探すことができます。やっていいですか。はい、今ちょうどここに金属がいてて、
で何かこう物をつけたいけどボードやったらね弱いんでいつもこうどこたくってやつとかで、ね、探すんですけども、うん、あここやと。で検電器って普段ねポケットに基本入れてるものなのでね一緒に使えるということで ね、ありがとうございます。一緒になってるやつはないの？一緒になってるのはこれ。これだけ。今まで俺は見たことないですね。そうですね。ねなんで目次とかも、はい、結局ビス売ってるので、ビスが反応してら、はい、あ目次が入ってるなってのはすぐ分かりますので、はい、そういう使い方もできます。すごいです。はい、これ概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ皆さん使ってみてください。あ今日はってことですね。はい、これ見て売れそうですね。ありがとうございます。ノックパンとかね、いろいろ有名な西田さんに来ました。こんな感じでね、ハーのソケットとか、これは250のパンチのやつですね。これは自動のノックパンですね。これはちょっと小型で軽い。これそうなの。これは置き型のアングルパンチャーですね。置き型アングルパンチャー。ピンクのかっこいいのもあります。可愛いね。金色とか。いろんな色を選べる感じかな。これなんか。インパクトにそれ切れるってことですね。これは。感じです。こんな感じでいろいろ展示会でもやってますんで、ぜひこういう大きな展示会から見に来てください。以上で、空調メーカーさんや設備メーカーさんがご用達の浅田さんにやってきました。ちょっと見ていきましょう。今回はねガス溶接のものとかバンドソーが置いてありますね。浅田さんのバンドソーってなかなか見ないんですけど、まあ今ちょっとね多分危険のためにパワーはついてないと思うんですけど、浅田のバンドソーってめっちゃ多くてですね人気です。でこれが真空コンロとかリークディレクターってことはガス漏れを検知したり、これがもう空調屋さんみんな使ってるんじゃないかっていうぐらいの内容ですね。こちらのチャージングコンロとかね、ちょっと僕空調関係は詳しくないんですけども、こういう感じで浅田さんの営業の方とかは説明しながら見れるので、ぜひ。ジャンボでの撮影終わりましてね、あそこでまあエンディング的なものを撮りたかったんですけど、ちょっとこう5時に出なあかんということでバタバタしまして、皆さん雰囲気どうだったでしょうか。行けない方からねリクエストとかもらってたんで、まあ、こんな感じですよってことで、伝わればいいと思います。まあ、今日はこのナンバーのお店でちょっと打ち上げをして楽しく一日を終えようと思います。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです。元気やろう。